先月の7月の土記載される前にあったものを干して出来上がったもの。国の重要無形文化財御田焼の里として知られる日田市皿山地区。6代続く窯元の柳瀬博之さんです。この日柳瀬さんは特別な思いで焼き物作りに向き合っていました。まあ、できればもう怒ってほしくないんですけど、こればっかりはもうどうしようもないですもんね。先月の記録的豪雨に見舞われ御田焼の里では9軒すべての窯元が被災。柳瀬さんの窯元では土を砕くための唐臼が流されるなど休業状態に追い込まれたのです。大雨から40日、地域の協力も受けて唐臼の復旧が進められ、柳瀬さんはようやく生産再開にこぎつけました。これが一番の働き者焼き、また頑張ってくれよという感じですかね。また昨日は柳瀬さんのもとに県外から災害ボランティアが駆けつけました。焼き物の燃料となる薪の保管場所で土砂崩れが発生し手つかずとなっていましたが、ボランティアの力によって薪の確保に希望が見え始めました。伝統を大事にする地域の災害が起こってしまった場所の、現場でですね、活動することができて、少しでもなんか力になれたということで非常に嬉しく思っております。被災により一時は廃業も頭をよぎったという柳瀬さん。不安な気持ちを抱えながらも再建に向けて一歩ずつ前に進みます。なんか手の感覚がまだだいぶまだ馴染んでない。そのうち戻るでしょうけど、やっぱ久々音を聞いたんで、土があるだけはちょっと頑張って作ろうかなっていう。シンボルともいえる唐臼の音が戻ってきた御田焼の里。300年の伝統を守り抜こうと復興の歩みは始まったばかりです。